さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたる罰が。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&アヤリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。デートのついでかよ。姉ちゃんしっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤こぼれる姫。暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの。はぁ、死亡とか人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合レディーファイト。猛獣ならいくらでも買ってきたわ。ドリンクによる特に状態異常はなさそうだけど、よしこれを使ってみたい。あ、届くか。わあ強い、めっちゃ強い。だけどちょっと発動に時間がかかるな。痛い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 。エアリスは回復担当。そこから狙える。ちょっとこいつ、あ待てよ、一旦かわすか。よし食らえ。あ5000、すさまじいな。あ祈りマテリア成長。悪いな。この結果を誰が予想したでしょう。まさに大胆で返し。勝利したのはなんとクラウド&エアリスチーム。普通に勝っちゃった。まずは1回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。一種混合戦になってるからね。ジョニーまだいる？あ、違う人になった。もうおしまいだ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。次の試合までしっかり休んでおく。入場ゲートまでお越しください。そうだね、ベンチ使うわ。花、あれ花なんてあったっけ。よし、あと3回あんのかな。メカトが出てきてもおかしくないしね。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。け、準決勝か。無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの町から弾かれたアウトロー。皆
皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつ、ここで会ったが100年目恨み晴らさせてもらうね。100年100年も経ったか。うるせえ嫌がる。え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルールのよ、闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。無勢、ここに極まる大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディー。コルネオ見てんのか。クソザコ3人衆の他に増えたぞ。全体攻撃が役に立つエアロが効きそうだな。この辺 ATB ブースト、まず一人ぶっ倒しちゃうか。よし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 、出て出て、やばい。あれ、クラウドどこ行った。あ、いた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 。エアリスは回復担当で、一人はもうこれで確実にぶっ倒す。よし、やめろ、空気バットやめろ。まずいな。私の出番。クラウド回復、私に任せて。よし、いけ。問題ないな。もう一丁インフィニットエンド。これ発動中は相手の攻撃虫っぽいね。たった2人で敵を次々となぎ倒し、勝利を手に入れたのは、なんとクラウド&エアリスチーム。次決勝だ。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。
あ、花増えた。アニアン男じゃねえか。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。さすがにもうブーイングもらわないだろう。おお、お祝いが来てる。フローリスト渡辺より。なかなかやるな。あれ待って、あのクラウド様は。おい、ねえじゃねえ。でこっちにはボコボコのゴロツキ。もう死んだふりしなくていいのか。ブッチョ、ブッチじゃなくてブッチョなんだ。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。間違いなく行かねえ。あら減った。さてさて。恐れ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。ゲイ、俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、いや、まずは小柄ながら並いる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。メカじゃねえか。てよ、 ATB ブーストをかけておきたいな。よし、でこいつは絶対これが効く。よし、もうねガンガンやっていこう。カッターを対象でもいい。痛い。いいよ、サンダー効いてるよ。もう一丁カッターをやっちまえ。よし、もう一丁今度は右カッター。で、エアリスはその間にお祈りなんかをさせて、よし倒せる。あれ余裕か。こいつはもう切ってるだけでいけんじゃないか。インフィニットエンド。よし、やれる。はい、楽勝すぎる。ご愁傷様。ふん、
あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいます。次が最後だな。そう願いたいね。ゲーム内で P 入ったけど椅子ガタガタ言ってるし、それか。ちょっと休憩。何でもありだコルネオならやるしかないか。ほら言っといで、私に賞金を届けておくれ。はいはい。結局最初に飲んだあのドリンクで何変わったのかわかんないけど、よっしゃ、やっとクラウド来た。お祝いされた。クラウドファンクラブ臨時代表？何それ、臨時すぎるだろ。お隣は？ああサムのロボット。ああ、やってくれちゃって。やっちゃったよい。次は誰と？マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？ボーナスマッチ、オッケー。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリー。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。
たの家だよね。ただの家じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは現金でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイイエーに始まりました。やばそう。コルネオハイスペシャルマッチ効かないな。アマタの強敵を退けた実力派カップルに対するは、アマタの強敵を誇りいて悪魔の家。こういう時は氷が欲しかったな。エアロとかどうだろう。一体勝つのはどちらなのか。微妙。ご覧ください、天より舞い降りるキュートな縫い。効いてないな。危ない。待てよ、これはまずいかもしんないな。どうする。一旦回復して、あ、そうだ、召喚獣だ。その手があった。で、ウィークネスだと、これが効いてんな。力技で自分のペースに持ち込んだ。フラドやれ。エアリス選手もこの攻撃に惹かれたのでしょうか。こっちはエアリス操作メインで行こう。そしてシバだ。よし、シバに強烈な一発を。どうだ。ああ、待って、エアリス。くらい。もう一丁。これ攻撃がよく見えなかった。おお、なるほど。あんまり効いてなさそうだけど。待て。案外やっけなかったね。いや、これからだ。いや、どういう。待て、エアリス。そのタイミングでダイヤモンドダスト。会場のエアリスファンは大ブーイングです。でもダウンだよね。いや、一旦 ATB をためないと。よし、裂かれた二人の絆、パートナーを救い出すことはできるのか。ATB をためないと。まずい。よし、あ、物理攻撃が効いてる。よしよし、バーストさせちまおう。暗い。無敵モード。ずるい。あ、腕があるな。
あ、かわされた。おっと、ついに来るか本気の一撃。やっ、それ当たったら一つありません。危ない。よし、そこそこガード。ダメだ。どうしようかな。バイオ、バイオ効くかこれ。あ、効いてる。危ない危ない。あー、危ない。効かん。私の出番。なんだよ無敵モードって、ずるいぞ。うわ、全然ダメだ。クラウド&リアリスチーム、これは痛い。連携しよう。はいはい。なんだ、もっと強くなった。飛んだ、飛んでいる。あー、危ない。今建築士に新たな1ページが刻まれました。とクラウドの攻撃が届かない。おっと、ここでバリアチェンジ。何を企んでいるのか。なんだ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 。あー、危ない。待って、エアリス回復できるか。よし、こいつ勝ってクラウドレミット使える。待てよ、今更だけど見破るかあるじゃない。今更すぎた。あー、なるほど。あー、なるほどなるほど。これはね、もっと早く知りたかった。あろうことか今ブリザードがないんだよ。で、今固まった。チャンス。うわー、ギリギリアウト。あって、今アイスを使ってるからこれ。なるほど。あー、でもう無敵モードが再起動準備だ。はい、これ弱点が発生した時に一気に詰めないと。あと少しだ。あと少し。押せ、とにかく押せ。このまま氷を止まりでしょうか。落ち着いていけ。頑張るね。ほい。よし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 。当たれ。そっちは大丈夫。クラウド&エアリスチーム、これは。よし、倒した。珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい。